く、見つかったか。普通に見つかったか。ロケット団に忍び込むとはなんてやつ。こんなやつです。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで、あ、入り口2つあるって思ったけど、繋がっとんかなか。あ、なるほどね。そういうことね。ほい、それじゃあ、まずは、そのエリカ関連の人に会いたいんやけど、いらっしゃらないの。これは、波乗りで行けるところだね。あ、あったあった。とほほ、ゲームコーナーでまた負けた。強い人は僕以上の努力してるんだろうな。ゲームでの努力とは。大人と子供の遊び場、ロケットゲームコーナー。ロケットゲームコーナーに行くって言ったよね、ロケット団。ここだわ。いやー、ここだわ。いるー。行け、そこよ。ああ、もうちょっとなのに。ニャース寝てる。なあ、武蔵、そろそろアジトに戻らないか？ええー、いいじゃない。カラカラ見張りに届けたし、休憩よ、休憩。あ、単に休憩のために来たかっただけ。てか、アジトの隠し扉、どうやって開けるんだっけ？乗り物のポスターを調べるんだよ。俺たちらしい最高の乗り物のポスターをさ。ええー、めっちゃ普通に話してる。大丈夫？もう、こんなところで油を打てていいのか。未来のチャンピオン。カムショーリーダーエリカは自然と心を通わす草ポケモンの使い手。お花なんか生けてるから大人しそうだが手強いぞ。ここで説明してんじゃねえよ。ちゃんとジムの前に行けよ。私たちらしい乗り物って何よ。あれに決まってるだろ。宇宙をかけるさ。え、宇宙船？気球じゃないの？ニャースの気球じゃないの？え、絶対そうやと思ったんやけど違うんか。あったー。ロケットや、ロケット。なるほど、ロケット団だからロケットね。ゲームコーナーでたまに怪しい人見かけるけど、何者なんだろう。ロケット団を知らないのか、君は。あたいの人でまんちゃん、人がゲームしてるとこ見るの好きなのよ。見てや、めっちゃぴったりくっついてる、かわいい。ポケモンが空を飛ぶゲーム、いいよね。本当に飛べたらきっとゲームより面白いよね。空を飛ぶを教えてくれるんじゃないんですか。ゲームは反射神経を鍛えるのにもってこいなのだ。本当に？普通に鍛えた方がいいんじゃない？ふぅ、ちょっと休憩。ゲームで遊ぶときは適度に休憩しなきゃね。そんなおばちゃんまでやってるのね。ピカチュウじゃないんだよ。お、ガハハ、自己ベスト更新だ。毎日こんなだといいわい。ギャンブラー、やっぱりここにもいるか。俺はこのポスターは見張ってるのだ。邪魔をすると、痛い目に合わせるぞ。おぉ、戦闘突入、まさかの。ごまかされるんかと思ったけど、普通に、勝負なんすね、オッケー。だったー。ということは、そのままリザードで行こうかな、レベルは？強い。ちょっとやめておこうかな。ボロンで行きます。よし、出ておいで、リザードじゃない、リザード出てる。出ておいで、ゴローン。よし、来た。クロスタイプの技を使えそうな見た目をしてるのに全然使わないからな。とりあえず、岩なだれで。いくらラッタの歯が強力だからって。矢は砕けまい。イエーイ。お、オッケーオッケー、ゴローンレベル39。違う。40だった。40、まだ反映されてなかった。お、ミュウレベル36。いいね、いいね。ちくしょう。で、猿の？猿んすか？何、ポケットして。このままではロケット団アンスの存在がバレちまう。ボスに連絡しなくては。めっちゃ説明しながら行くやん、大丈夫？ゲーム用コインは品切れです。店内の壁などは勝手に触らないでくださいね。ごめんなさい、触りまーす。あの人も仲間？あ、ポスターなのに秘密のスイッチを見つけた。押してみよう。ポチッとな。このフロアのどっかで大きな音がした。この場所ではないのね。あ、開いた。ね、開いたよ。開いたよ。見えてないの？ちゃんと見ろよ。しっかり見ろよ。油断しすぎ。ロケット団アジト。来たぜ、来たぜ。くっ、見つかったか。普
通に見つかったか。ロケット弾に忍び込むとはなんてやつ。こんなやつです。全然余裕で忍び込んできました。さっきの人報告に行ったけど、そのうち帰ってくるのか。コルバット、ということは、ということは、はい、ピカチュウを出しましょう。いっけーピカチュウ。レベル的にはそんな変わらんねやけどね、リザードと2ほどしか。行っておいでピカチュウ。すげえ広々とした場所だな。キャーちょ、頑張ってピカチュウ。10万ボルト、いっけー。いや、一発で終わるぐらいじゃないと。それか麻痺を。くっ、おっ、いいぞいいぞいいぞピカチュウ。10万ボルト。いや、ここはあれだね、ポケモンとの絆が試されたね。ふう、よかった、やられてしまうかと思ったよ。おリザードレベル24。そう、リザード、リザードをどんどんちょっとレベル上げていきたいの。イーブイレベル29。ばったり。それは口に出して言うことではないぞ。そう、このまま楽に進めると思うな。思っときます。お、アイテムも拾い、お、ハイパーボール5個やったね。このなんか1個だけじゃなくって、個数多くもらえるのいいよね。もらえるっていうか拾えるの。何やってんの？ち、私は潜入中の美人スパイよ。あなたみたいな子がどうしてこんなところに？ロケット弾を倒しに。ん、いいわね。あなた気に入ったわ。知り合えた記念にプレゼントあげちゃうわ。お、美人スパイからロケット弾セットをもらった。あ、これで何？簡単に進めるようになるんじゃない？それさえ着れば気分はまるでロケット弾よ。まあ、あなたの背丈じゃコスプレだってすぐバレちゃうだろうけど。バレるんかーい。でもちょっと楽しそうやけん着とく。今度はちゃんとイーブイもね、着替えさせますよ。とりあえずイーブイの着替え、ロケット弾キャップ。いやー、いいね。洋服は、はい、ロケット弾 T シャツ。見づらいけどモフモフで見づらいけど、はい、これでロケット弾キャップ。なんか大して変わったような気がせんな。あ、でもリボンとかついとったっけ、さっきまで。はい、ロケット弾トップス。いや、まあコスプレですね、これは。完璧なる。はい、ロケット弾パンツ。だってこれでさ、着替えてさ、なんか楽々目の前でも通れるとか、そういう仕様かと思うやん、普通に。なんてこったい。はい、これで私も、ロケット弾。いや、なんかいい。かっこいいわ。自分で美人っていうのはどうかと思うよね。ちょっと今更ながら。お前は誰だ？どうやってここに入った？普通に入ってきました。ここがロケット団のアジトだとバラしてくれた人がいるから。さあ、ポケモンは？ドガース。これは、リザードでいいかな。とりあえずリザードで行こう。ダメなような気がするけれど。竜の怒りは？かな。竜の怒り、あ、めっちゃいいやん。え、いい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 。じゃ、なんか技使える回数は少ないけど、竜の怒りでいくわ。かっこいいし。オッケーオッケー。リザードもちゃんと活躍していただきたいけんね。こらったこらった。このままでいきましょう。なんでみんなそんなさ、弱いポケモンを使うの？下っ端だからといってさ、レベル29って、どうなん？レベル29までいったらラッタに進化しとるんやないん？乱れ引っかき！いいね。よし！オッケー。一瞬ダメかと思ったけど。あ、これで、全員倒したね。あ、やられた！私に挑もうなんて100万年早いんです。と、お前ロケット弾舐めてるな。そんなことないよ、別に。多少バカにはしてるかもしれないけど。お、力の飴を3個見つけた。
こっちの方向には行けないのか。あ、なんかスイッチみたいなのをいじる必要があるんかな。この辺とか。あれは電話か。とりあえず下の階に降りていきます。全員倒さんといかんのやったっけ。そんなことはなかったんかな。チルスコープを使うと見えない幽霊も見えるって聞いたことあるぞ。もう何、親切、情報教えてくれるのね。知ってるけど。まあでもあれか、メイドの土産的な感じ。お、スリーパー、スリーパー相手には何がいいんだ。ちょっとわからないから、とりあえず竜の怒りでも食らえ。竜の怒り、いやー、 やめてください。スリーパー相手は誰がいいの。竜は同じやもんね。とりあえずじゃあ不思議花でいきますかね。不思議花出ておいで。よし、任せたぞ不思議花。いかねえよ。おーし、いけ不思議花、花びらの舞。よきよき。声とかもなんか当時のまんまやけん、いいね。お、ピカチュウレベル26。まいった。お、ロケット団の本部は地下4階まである。ボスまでたどり着けるかな。やっぱり親切。いろいろと教えてくれる。私こういうの苦手なんやね、マジで。あ、そっか、ずっと進んでいくんか。こっちに行くしかないですよね。で、ちょっと、あー、止まらないのか、そうか。あ、この黄色い部分まで止まらないのか、なるほどね。あの、そこのモンスターボールが取りたい。はい。金の玉、金の玉めっちゃ集まってきたんやけど。もう多分、だいぶお金になる。ね。はい、これで、こっちも取れるね。眠気魂を見つけた。あとは、どこに行けばいいんだ?とりあえずこっち流れてって、そこのモンスターボールが取れるやろ?ピカチュウはなぜ流れないんだ?お、技マシーン05、眠る。いいね。そして、次はこっちかな。こっちに行って、で、あとは?この辺。で、止まる。ん?あれはさっきの人だよね。あれはさっきの人だね。あれ?こう行って、こっちか。あ、こうだな。で、あとはこっちに流れていって、あ、で、そこで、モンスターボールがまた取れるやろ。あ、取れるよね。びっくりした。取れないかと思った。はい、ここでモンスターボール回収。ポイントアップを見つけた。あとは、え、でもあともう行くところ、これで戻るやん。こう行きまして、こっち?だいぶ戻ってきたな。だいぶ戻ってきたな。これで、またこっち?で、あ、これ戻る戻る戻る。あー、振り出しに戻った。つらい、つらいよ、つらすぎるよ。またこっからか。いや、これは私がめちゃくちゃ迷うやつ。これでさっきこっち側行ったけん、あ、でも一緒か。これは大して差はない。え、これでこっち、はい、ここまで来ました。で、あっち行ったら戻るやろ?だから、こっちに行きます。で、こう行って、そこだ!はい、違う。ちょ、待って。ちょ、違うんよ。違う、ちょっと一個間違えた。一個間違えた。で、こっち行って、ちょ、待って、さっきのところまで戻りたいです。で、ここまで来たやろ?ここまで来て、こっち行っての、行っての、下側行ったんかな。またこっちやろ。で、ここで止まる。
あー、これでやっといけた。よし、オッケー。あー、やっとここまで来たよ。エレベーターあるけど、ここは関係ない。よし、ここまで来ました。あ、どうも。ここに来た狙いは何だ。カラカラを返していただきたい。そしてガラガラも、まあ、ガラガラっていうかカラカラのお母さん。ロケット団の下っ端が勝負を仕掛けてきた。みんな同じ顔出す。みんな名前がない。ここビリリ玉来たよ。リザードは飛行も入っとんかね。いや、入ってないね。羽がついてないもんね。じゃこのまま行きますか。竜の怒り。いやー、一発いやー、一発でやられてしまった。だってリザードじゃない、リザードじゃなくて、ってことはゴローンでいきます。くそ、リザードが、よし、ここで岩なだれいけ。多分一発、オッケーオッケー、いいぞいいぞ、こりゃいかん。ちょっと大物が入ってきてしまったからね。わかった、言う。ボスに会いたいならエレベーターに乗るんだな。エレベーター、さっきの、さっきのかな。ちょっと待って、だとしたらこっちに来てたんじゃダメということか。あ、やっぱりエレベーターあっちや。ほらほらほら、こっちではない。あのエレベーター普通に開くんか。はい、乗ります。エレベーターに乗ります。鍵がないと動かないみたい。鍵は？鍵は？あ、あそこ普通に下にも降りれるんか。あそこか、なるほどね。だってあっち側に行ったら鍵が手に入るってことかな。なるほど。普通にすっと左側来たけど、ここも行けるな。鍵って普通に落ちとんやったっけ？誰かからもらうんやったっけ？もらうんやったような気もするな。あたりを警戒してる。まあね、ロケット団のアジトだからね、ここ。元気のかけらを見つけた。警戒してるんじゃなかったのかい？話しかけられて嬉しい。よかった。安心する。そう思ってもらえるならよかったよ。これで、とりあえず、あっち側かな、もしかして。もこっちもこういう感じってことはなんかありそうな気するんやけどな。不思議な飴を見つけた。この辺に落ちとったりとかするんかな。ここアイテムだけな気もするな。アイテムもアイテムで大事なんやけど。で、こっち行こう。こっちになんかありそうじゃない？来たわね。上のフロアから。連絡が、ん？上のフロアから連絡があった子供でしょ？あ、もう伝わってきてますか。伝わるよね、そりゃ。好きなとこ行けば？もっともエレベーターは鍵がないと使えないけど。この鍵は一体どこにあるんですかね？好きなとこ行けばとか言っていいの？わざましい虹が悪の波動を見つけた。やったね。こっち側に階段があるな、なんか。ここの階段のとこまで行かないといけないのか。なるほど、なるほど。なんか、とりあえず目的が見えた。こっちからこう行って、あっち行ったら戻っちゃうからこっちだな。で、どこだ？行くとこなくね？あれ？あれ？待って、行けないんだけど。これどうやって行けばいいんだ？あれ？戻ってきた。あれ？あ、あれ？待って。こう来たやろ？で、こう来て、あ、こっちか。こっち降りれる？もしかして。あ、降りるとかじゃないの？段差じゃないんや、あれ。はい、スピーダーを見つけた。普通に移動できるところなんやね。じゃあ、こう行って、これは戻ってきたような気が、ですよね。こっち戻ってきて、この辺は行っちゃダメなとこやね。
ここか。ここだ。はい、オッケー。で、こっち側来ましたー。あ、どうも。カラカラを探してる？ああ、さっき仲間が連れてきたあいつのことか。どこかにいるはずだぜ。どこかとは。もっと下の方かな。一瞬何かが起こるのかと思ったけど、別に起こらなかったな。あ、でもこの先に何かありそうじゃない？なんかここ、ここ多分一番地下じゃないの？違う？わからんけど。そんなことはないんかな。そんなことはないような気がしてきた。とりあえず、どん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 地下に入ってきたということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、なんか地下3階か4階ぐらいって言わんかった？なんかめっちゃ下がってきた気がするんやけど。そして鍵とカラカラをつけなければ。